FC バルセロナ時代のサンチェス。2008年2月のユーロリーグは VS ロトマティカ、ローマ戦の試合前のウォームアップの様子。ペペサンチェスことファン、イグナシオ・サンチェス・ブラウンはブエノスアイレス州バイアブランカ出身の元バスケットボール選手。愛称はペペ。ポジションはポイントガード。12歳でクラブユースに所属し、当時のチームメイトにマヌジノビリがいる。 17歳でデポルティボロカに移籍。地元のクラブでプレー後テンプル大学に進む。サードチームに選ばれる活躍を見せる。2000年 NBA のフィラデルフィアセブンティシクサーズにドラフト外で入団。24試合出場後アトランタホークスへ移籍。シーズン後ギリシャのパナシナイコス BC へ移籍。2001から02シーズンのユーロリーグ優勝の原動力となる。 2002年、デトロイトピストンズで NBA 復帰。しかし、出場9試合にとどまった。2003年、ゴールデンステートウォリアーズのプレシーズンに参加。しかし開幕ロースター入りはならず。その後、スペインレブのアリカンテに入団。2004年、リーアッコブのウニカハマラガに移籍。2005、06シーズンのアッコブ優勝に貢献する。2007年、FC バルセロナ移籍。 2008年、レアルマドリードへ1年契約で移籍。アルゼンチン代表として1996年のユースパンアメリカン選手権に出場。A 代表には1998年に初選出され、1998.200222006年の世界選手権に出場。2002年には銀メダルを獲得。また、アテネゴリンでは金メダルを獲得した。 ありがとうございます。